アレス4は NASA がコンステレーション計画の一環としてかつて開発計画を進めていた大重量物打ち上げロケットのアレスシリーズの1タイプである。アレス4は有人打ち上げ用のアレス I と貨物打ち上げ用のアレス V の中間の位置づけで開発を検討されていたロケットだったが後に計画から除外された。その後コンステレーション計画が中止されたため アレス I とアレス V の開発も中止されている。コンパリソンオブサターン V 型ロケット、スペースシャトル、及び将来のアレス打ち上げ宇宙船2007年1月の NASA の説明ではアレス V のようなデザインであり、全長113メートル、1段目は液体燃料エンジンで2個から5個のセグメントの個体ロケットブースターを装備し、上段の液体燃料ステージは、 アレス・アイから流用されるとされた。総貨物容量は4万1 1 0 0ラムで、高度240マイルの直接月輸送任務が可能だった。2007年1月下旬、NASA は有人月周回ミッションに使用するアレス4の運用及びオリオン宇宙船のシェイクアウトテストを開始し、高速でスキップするオリオンの再突入カプセルのプロファイルを行った。アレス4は、 これらの初期段階を終えても有用な可能性がある。2月のミッションは2ブロックのカプセルからなるオリオン宇宙船とアルタイル、月面着陸機を直接月の周回軌道に投入することができる。アレス4によって打ち上げられた2機は、一つは有人のオリオン宇宙船でありもう一つは無人探査機でオリオンとルソム機は月周回軌道でランデブーとドッキングを行う。これはアレス I 及び アレス V とは対照的で、これらは地球周回軌道でのドッキングおよびランデブーを行い月に向かうことになる。もし元の計画のように無傷のアレス4を使用するなら、それはアポロ13号のように無人のオリオン救助船を打ち上げ、乗員はルソムを救命ボートのように使用してダメージを負ったオリオン宇宙船を乗り捨てて地球に帰還する。これは アポロ計画で予定されていたサターン2型ロケットとサターン INT-20 ロケットと同様の計画だがリチャード・ニクソン大統領はスペースシャトルの廃案に賛成している。総合リファレンス、日本語英語。ありがとうございます。